そもそも股関節硬いと痩せません。アシュパカ、有酸素、食事制限する前に股関節柔らかくしましょう。お腹周りの腰肉も太ももも痩せます。最後に最強の股関節ストレッチ2種類入ってますので一緒に頑張りましょう。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。まずは開脚できるところまでしましょう。一種目目が柔軟性チェックを兼ねたストレッチです。いけるところまで開いたら前に倒れます。ここでキープします。最低ラインは120度ぐらい開いて肘が床につくライン、それが最低です。理想は120度以上開いておでこが床につくといいです。僕はちなみに90度で肘も床につきません。僕もね全然できないんで一緒に頑張りましょう。なるべく膝伸ばしてちょっとずつ前に手を伸ばしていきましょう。動画の最後にも開脚してビフォーアフター比べてみますね。 OK。 次はもうちょっと狭めてもいいのである程度楽な状態で股関節を内外にしっかりねじっていきます。もう付け根から動かすイメージ、つま先がしっかり内外動くようにやりましょう。手はこんな感じで床ついてても大丈夫です。余裕がある人はもっと広げたり前に倒れたりしながら内外にしっかりねじりましょう。硬い人はねこれだけでも結構きついと思います。もちろん膝曲がっても OK です。呼吸を止めないようにしましょう。 OK。じゃあ次は左足曲げます。右足だけ伸ばした状態で右の内ももを両手でマッサージしていきます。付け根から膝のあたりまで全体的にマッサージしていきましょう。開脚がね硬い原因は一番はここです。そして皆さんが一番気になるのもこの内ももだと思います。こう痛気持ちいいぐらいでつまむイメージですね。あんまり肩力入れすぎないようにしましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。肩力入れないで。 OK。 次逆足いきます。左足を伸ばします。こんな感じで両手で左の内ももをつかみます。あんまりね肩力入れすぎないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいで行いましょう。こう皆さん筋肉の外についている筋膜ってご存知ですか？あのウインナーの外側のパリパリの皮みたいなイメージです。その膜が硬いと中の肉が伸びないのでこうやってマッサージでね先に筋膜を柔らかくしています。呼吸止めないで肩ね力入りすぎないようにしましょう。 OK。 じゃあ次もう一回右足伸ばしましょう。じゃあこの状態で股関節開いたら真正面に倒れます。内ももが伸びてきたらつま先をね真上向ける、戻す、真上向ける、股関節付け根からねじるイメージです。呼吸は止めないように意識を続けましょう。内もも伸びてますか？ゆっくりでいいのでしっかり真上向ける、真上向ける、頑張って。呼吸は止めないで肩変な力入れないようにしましょう。よし、OK。 次逆足いきます。左足を伸ばします。なるべく股関節開いて真正面に倒れる、内ももが伸びるようなところでつま先を上向ける、戻す、上向ける、戻す、これ繰り返していきましょう。しっかり上向ける、肩は力入れすぎないようにしましょう。こんなに前倒れないよって人はこれでもねもちろん OK。 普段自分がしない動きをするってこと自体に意味があります。私こんなにできないよとかね全く思う必要ないです。僕もねさっきの開脚見ましたが全然できないんで一緒にできるようになりましょう。 OK。 じゃあこれで膝を曲げた状態、こんな感じ体育座りの状態で裏ももを両手でマッサージしていきます。僕はグーで叩いてます。痛気持ちいいぐらいで叩いていきましょう。この後ね裏ももお尻のストレッチが入ってくるのでまず筋膜を緩めるリラックスする意味でマッサージをしています。あまり強く叩きすぎないでくださいね。痛気持ちいいぐらいでこう横から叩いたり後ろから叩いたりしてみましょう。肩は力入れすぎない、呼吸は止めないように意識を続けましょう。 OK。 じゃあこの体育座りの状態で左足を右足こんな感じで乗せます。これで手は後ろについてグッと胸を張ります。
左のお尻伸びてくると思います。きつい人はもうちょっとねこうやって緩めてもいいです。逆に頑張れる人は手前にグッと足を引いて、なるべくね左足と胸近づけるといいと思います。無理ない範囲で、痛気持ちいい、左のお尻伸びてるなーってぐらいでやっていきましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。よし、 OK です。逆足いきます。右足を左足乗せます。このままグッと胸を張る。右のお尻が伸びてれば OK です。いまいち伸びない方、手前にグッと足を引いてみましょう。きつい方はこうやって緩めても OK。 右のお尻を伸ばすことが目的です。姿勢をねグッと正すとより伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。あまりね肩力入れないで、しっかり深呼吸しましょう。よし、 OK。 じゃあ次、体育座りになって両手でこう太ももを抱え込む。そのままおへそを覗き込むイメージ。腰を丸めましょう。背中、腰、こう背面全体がね伸びてくると思います。なるべくおへそをぐーっと覗き込む。頭は下げる。呼吸はね止めないようにしましょう。しっかり息吐いて、腰をわざと丸めておへそ覗き込んで、伸びない方ね、もうちょっと足伸ばしたりとか、わざとぐっと腹筋使って丸まったりとか、伸びる角度探してみましょう。 OK。 あぐらに戻りましょう。そしたら右手右肘床について左手を万歳です。左の脇腹、脇の下伸びる感覚があると思います。伸びてますか？脇の下、脇腹。なるべくね手を遠くに向かってぐーっと伸ばす。斜め前に倒したり真横に倒してみたりして、自分が一番伸びるなって角度を探してみましょう。こうストレッチって本当に普段しないことをするってことが僕は正解だと思います。だからこの角度が正解っていうよりも伸びてれば正解です。 OK。 じゃあ逆に左手左肘ベチャっていう床について右手を万歳しましょう。右の脇腹、脇の下伸びてる感覚があれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、これ開脚なのになんで脇の下、脇腹伸ばしてるかっていうと、この広背筋って筋肉は骨盤からついてます。骨盤からこう腕にかけてついてるんですが、これが柔らかくないと開脚して前に倒れるってことができないです。なのでね、開脚めちゃめちゃ関係します。呼吸は止めないで、よし、 OK。 次、お尻のストレッチ。右足を左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にグッとつけて、なるべく胸を張ります。右のお尻伸びてれば OK です。いまいち伸びない方は足をしっかりグッとお腹につけて胸を張ってあげると伸びてきます。これできないよって方、右足もうちょっとねこの辺前でも OK です。右のお尻が伸びれば多少違くても OK。 お尻伸ばすことが目的。肩は変な力入れないで、呼吸はね止めないように意識を続けましょう。OK。 次、逆足いきます。左足を右に持ってきて、この左足を両手でお腹にグッとつけます。左のお尻が伸びてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。これお尻もね、股関節と関係ないと思う方いるかもしれないんですが、股関節って英語でヒップジョイントって言うんですよ。お尻の関節なんですね、英語で言うと。お尻、大臀筋は股関節の周り全部覆ってるので、まさにお尻イコール股関節だと思ってください。よし、 OK。 じゃあ次は体の前でこんな感じでひし形作ります。そのまま正面に体を倒します。お尻が伸びる感覚があってほしいです。いまいち伸びない方、もうちょっと足をこうやって前に出してみたりとか、手前に引いたりしてみましょう。お尻が伸びる位置探しましょう。もちろんこの足の裏がね多少こうやって離れてもいいです。お尻が伸びればそれで OK です。お尻ってこう大臀筋、中臀筋、小臀筋っていろんな種類があるので、
いろんな角度でね、いろんなポーズで伸ばしてあげるとより効果的です。OK、 じゃあ次右足伸ばしましょう。右足の方向に向かって体を倒します。右足の方へ倒す。右の裏ももふくらはぎ、膝の裏が伸びれば OK。 余裕があれば手でつま先をぐっと掴む。空いてる手で膝をピンと伸ばしてあげるときつい。この時ね、前ももを力入れない方がいいですからね。前もも、前ももに力入れて膝伸ばすんじゃなくて、空いてる手で膝をね支えてあげると良いと思います。肩は変な力入れない、呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 次逆足いきます。左足を伸ばします。左足の方に向かって体を倒していきます。裏もも、膝の裏、ふくらはぎまで伸びてくると思います。余裕がある人は左手でつま先をつかむ。余裕ない人、もちろんねこんな感じでも全然 OK。 こうよくね、周りの人と比べて硬いってすごいこうおっしゃる方多いんですけど、僕周りの人と別にそんなに関係ないと思います。自分が硬くても柔らかくしたい、よくしたいんであれば頑張りましょう。柔らかくなります。周りの人と比べてね、硬いからって何も問題ないです。僕なんて周りのストレッチとかトレーナーの YouTuber に比べたらめちゃめちゃ硬いし太ってますからね。 OK。 じゃあ次逆、もう一回右足を伸ばします。なるべく股関節グッと開いた状態で真正面に体を倒します。内ももをストレッチしていきます。内もも伸びれば OK なんですが、余裕があればつま先真上向けてあげるとより伸びてきます。もうね、内ももに脂肪がついてる方、内ももが硬いってことがほとんどです。しっかり伸ばしてあげましょう。でズボラストレッチはこう楽して成果を出すことが大事なので、ぜひねウエストとか太ももは定期的に測るとか写真撮るとかしてあげると良いです。 OK。 逆足いきましょう。左足を伸ばしてなるべく股関節を開く。でこのまま真正面に体を倒します。なるべくつま先はしっかり上向けておく。余裕があれば股関節しっかり開きましょう。皆さんついてきてますか？昨日の動画、もうちょっと種目と種目の間をちょっと長くしたんですけど、今回はねもうちょっと短くしました。なのでこの種目と種目の間とかね、一種目の秒数とか皆さんがやっててなんか長いなとか短いなとかあればコメントで教えてください。 OK です。次はこんな感じ、右足を前に出して体を真正面に倒していきます。右のお尻が伸びれば OK です。体の正面に倒す。でいまいち伸びない方、右足もうちょっと前に出したりとか、逆に手前に引いたりとか、体をね斜め前に倒したりとか、いろんな方向で、あ、こうしたら伸びるなーって位置を探してあげましょう。これはねすいません、もう人によって違うので、この方向が正解とは僕ちょっと言えないですね。皆さんが伸びたら正解です。右のお尻のストレッチ、呼吸は止めないようにしましょう。 OK。 次逆足いきましょう。左足前に出して真正面に体倒します。左のお尻伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。最近ね、あのコメントとか DM がすごい増えて嬉しいですね。しかもこう前向きな、痩せたとか体重落ちたとかね、そういう報告ばっかりなので、そういう報告どんどんいただければと思います。逆に痩せないよっていう相談もね、 DM コメントいただければ僕できる限りアドバイスしますので、遠慮なくしてください。 OK。 じゃあ次もう一回右足前に出しますよ。でもう一回右のお尻伸びる体勢作りましょう。右のお尻が伸びる体勢、皆さんできましたか？右のお尻が伸びたらその状態で左手ついて右手万歳、この脇腹、脇の下、お尻トリプルで伸ばしてます。はあ、きつい。伸びてますか？右のお尻、脇腹、脇の下、ふう、なるべく手は遠くに向かって伸ばす。頑張って頑張って、ふう、きつい。呼吸止めないで、ふう。よし、 OK。次逆側いきますよ。皆さんできてますか？左足前に出して体を正面に倒す。左のお尻が伸びる状態作ったら、右手は床について、左手万歳、左のお尻、左の脇腹、脇の下、
同時に伸ばしてます。きつい。手をなるべく遠くに、呼吸止めないで。皆さんこれでもね、いつもと違うストレッチ、すでに1種類使ってるんですが、残念、もう1種類ね、きつい股関節ストレッチ、普段やらない動きが入ります。よし、 OK。 じゃあ次はね、ヤンキー座りみたいにしてほしいんですけど、こうやってある程度足の幅広げておいて、つま先外向けましょう。ちょっと肩幅より広いぐらいにして、こうやってヤンキー座りで、手を使って、肘を使って、ぐっとね、股関節を外に開く。こんな感じです。内もも伸びれば OK です。できたらかかとはつけておいた方がいい。かかとつかなかったら、もうちょっとね、広めに足を開くといいと思います。肘で股関節広げる。きつい。すいません、ズボラじゃないですね、効果出すためにしょうがないです、これは。よっしゃ、 OK。 最後に開脚、もう一回再チェックしてみましょう。僕は90度ぐらいしか開かなかったんですが、お、もう僕はかなり感覚としてはいいです。前に倒れる。どうですか皆さん、開きましたか？僕もね、まあまあ開いてきたかな。最低でも90度以上、本当は120度だな、開いて正面に倒れて、おでこが床につくぐらいまで行きたいです。僕もまだまだなので、皆さんと一緒に頑張ります。で、これだけじゃ物足りないよって方は、概要欄に追加ストレッチを貼っておきます。で、Twitter、インスタ、TikTok 毎日頑張ってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。概要欄貼っておきます。よし、 OK。 ここまでよく頑張りました。お疲れ様でした。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。